はい、ではナイトゲームです。浜の湖の北岸に位置するところですかね。あの奥浜の湖っていう言い方が適しているかちょっとわからないんですが、あの北岸の方に位置しているエリアにやってきました。あの比較的シャロー帯が多くて、まあ、貝殻とか柿殻とか、まあ、そういったこう下がゴツゴツしたようなエリアになります。通常のボトムをはわすような、ジグヘッドタイプのリグではなかなか攻略しがたいんですが、この根掛かりの盾、これを使ってうまく攻略してみたいと思います。おら、食った！よっしゃ！すごいっすね。トウゴロウがめっちゃいますよ。基本的にこの釣りはどこでも一緒です。まずボトムを取る、そしてボトムを切らないなんですが、通常根掛かりの盾は誘って止めて誘って止めてっていう繰り返しなんですけど、ちょっともうシーズン的にももう6月なの、6月7月に入っていくパターンなので、巻きのこのルアーリグを使って巻きの釣りもやってみます。で、完全にボトムが根掛かりがないなと思ったらMC ヘッドに変えていきます。ちょっとなんか細かく石があったり砂があったりっていうところですね。ここたぶん軽いリグだったらいけるって感じ。7グラム以上になるとちょっと引っかかるかもしれないですね。これ5グラム7グラム。サヤリの稚魚もいますね。まさに汽水エリアのベイト総出で歓迎してくれてますよ。惜しい惜しい。ワームずれてます。ワームだけ噛まれた。いや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 、必要にこのライン通してたのはね、いいボトムをしてるんですよ。なのでここで今僕足止めてるでしょ。いいラインだなと思ったんですけど、やっぱりそういうところは当たりますね。とりあえずワンバイト。なんていうんですかね、あの枝みたいなのがバーッと生えてて砂があって、ところどころこう柿殻じゃないけど貝殻の塊みたいな、なんかそんなのがところどころあるんですよね。だからこう MC ヘッドみたいなやつだと多分全部を拾っちゃうんで、ちょっとここでやりづらいんで、ちょっとこういうのは結構あるんですよね。それをこうかわしながらやってるイメージですね。もうね、冬の釣りじゃないんで、生の釣りよりもやっぱり銅の釣りをしていかないといけない時期なので、止めずになるべくね巻くんですけど、なるべくスローリトリーブで、ボトムの硬いところをコツ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 っとこうトレースしてると、ククッて追い食いしてくるんですよね。こういうところをね、ジグヘッド系のリグでやると100発100中で乗せられるんですけど、逆にそういうルアーはすぐ根掛かってしまうっていう、本当難しいんですよね。まあ、ゆえにこの根掛かりの盾っていうのがいかに優れてるかっていう証明になるんですけど、今のも結構くわえてククって持ってって合わせたんですけどね、ワームまでしか口が届いてないんですよね。ちょっともう移動しますね。もうここ多分今これに占領されたんで、結構流れ着いてくるんですね。100投投げて10投ぐらいいいラインが通るようになってくれたらね、確率はちょっと上げられるんですけどね。
ほら食った。よっしゃ。いよいよ。よしゃ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 。おお、頑張ってる頑張ってる。ちょっと流れついてきてる、もう一緒に引いてきてるから。ちょっともう岸に上げちゃいますね。ほら、藻がついてきてるんですね。よし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 、来い来い、バレんなよ。やばめっちゃ餌食ってますね、こいつね。いや、さっきの当たり逃してね、絶対この付近にはいると思ったんで、トレースできるコースをずっと探してね、うまくいった。今釣れたカラーなんですけど、根がかりの縦の 7g で、僕もね、そんなに浜名湖詳しくないんだけど、多分浜名湖は 5g と 7g がもうマストですね。10を使うエリアも一部あるぐらいですね。だから 5,7,10 の3つの選択肢で、まあ、ローテーションしていく、ボトムの形状だったり風水深っていうところを見ていくんですね。まあ、一応僕はここ2回目なんで、中間点として7グラムをまず選んでやって、ボトムを取った感触からすると、あ、7ベストかなっていう感じで7選びました。色はね、今日やっぱりもう昨日から一昨日からもうこの数日間毎日大雨が降って、やっぱり濁ってるので、ちょっと分かりやすいようにこの白とオレンジをまぶしたあの新色のカラーですね、これを今回使ってます。でワームに関しては、どうしても浜名湖アベレージが小さいので、ブリームキャッチャーのようなちょっと大きめのやつよりも、このブリームピッチャーのようにちょっとちっちゃい、ホーク系のワームを使う方がいいかなと。今2バイトで1ヒット1キャッチャーなので、まあ、効率的には悪くない感じですね。まあ、この組み合わせがほぼ間違いないかなと、今確信が得られたので、今度はこれのカラーローテーションをします。でワームはまあそのままこの、ブリームピッチャーを使うんですけど、色をですね変えます。同じ 7g で、今度はこの金系ですね、赤金っていう形のこの金系のカラーをします。まあ、当然パールホワイト系もそうですけど、金系もあの濁りに強い色だと思うので、同じようにこれをやります。でワームの色に関してはね、ちょっと当たりカラーっていうのが存在するので、まだそこまでね当たりの数も取ってないので、引き続き、このオレンジのブリームピッチャーをそのまま継続して使っていきます。もしこれで当たりが遠いようだったら、ちょっと濃いめの色に、変更しながら様子を見てみたいと思います。こういう組み合わせですね。今使ってるこれ S78L っていう、まあ、あの今までにもあった、ライトタイプなんですけど、前作と比べてもう決定的に違う点が1点あるんですね。それは前作は、ミディアムライト、パワーレシオでいくとミディアムライトを基準にロッド作りを進めたんですね。 M、L、 ミディアムライトを最初に決めて M と L に振り分けたっていう作り方なんですけど、今回はこの L の、パワーを基準に LM そして M っていう形に、決めていったんですね。まあ、あの要は同じものを作るんで同じじゃないかと思うかもしれないんですけど、これも全然違うことなんですよ。どこに自分の目線を置いていくかによってロッド作りって全然変わってくるんですよね。なので前作のブレニアスとこの新しいブレニアスはもう全く違うと思っていいぐらい、もう本当に違う竿ですね。今回初めて波継ぎに挑戦しました。なんでかっていうと、
軽さに関してはね、どうしても値段的なことを考慮するとある程度の限界点がすぐ見えてきちゃうんですね。実際これも前作と比べて同じ竿で 2g しか変わらないです。 2g しか変わらないのに持った感触はもうめちゃめちゃ軽くなってる。これなんでかっていうと波継ぎだからなんですね。当然2段階に曲がる感触は残ってはしまうんだけども、さっき言ったように今まで ML でやってた自分のロッド作りのベースを L に下げた、 L に下げたっていうことはより感度が欲しい、より軽さが欲しい、より軽く感じる感覚が欲しいっていうところであえて波継ぎ採用した。その結果ものすごくいいバランスの竿ができたんですね。でこの L を基準に ML、M と決めてったので、前作よりも3割ぐらいちょっとパワーが落ちたようなイメージで見てもらったらいいと思います。あえてそういう風に作りました。そういうことをすることによって、今シマノでありとあらゆるブリーム系のルアーが出てきてるんですけども、そのラインナップの全てに綺麗にはまっていくようにロッドも変えていきました。当時はまだねルアーがほとんどなくて竿作りで始めてたので、どれに合わせるんだっていうのがちょっとこう不明瞭だったんですけど、明らかに今回のこのブリーナスシリーズっていうのは今あるルアーにどう合わせていくかっていうのが明確に意思表示されている竿であることは間違いない。なのでもう完全に進化系ですっていうぐらい自信があります。ほら、なんかまた当たりそうな気がするね。いいとこ引いてますよ、これ。当たらんかな。ちょっとワームの色を変えますね。もうちょっと色目がはっきりしたやつに変えてみましょうか。グリーン系のラメのやつですね。ちょっと色をはっきりします、ワームの色をね。もしかしたらこの濁りのせいでちょっとクリア系のオレンジのやつは見えにくいのかもしれないです。やあ、当たった。まあ今結構明確に持ってったのにな。ワームだけやられてる。こっちいましたね今ね。あくそ、今2回持ってったのに。なんすかねこれね、ショートバードだらけですよ。やっぱこれこの水なんでしょうね。このこいつ釣りたいね。めっちゃ当たりの出方が綺麗なんでね、タイミングさえ合えば乗ると思うんですけどね。うわ、当たった当たった当たった。よっしゃー、いやめっちゃちっちゃいでしょ。ほらほら、目板なんですよこれがね。当たってたんずっと。ほら、あ、違うんだ、こっちだ。こいつが当たってたのか。道理でって感じですね。正体こいつでした。マゴチでしたね。ちょっとまあ濁りのある中若干苦戦しましたが、当たりだけはね、ほんと十数回あって、乗るか乗らないかっていうギリギリの当たりも結構あったんですけど、まあ本当にちょっとしたことなんですよね。この濁りが入ってる、濁りが入ったわけでちょっと水温が下がってる、で当たるんだけども口に入らないっていうね、このちょっとした条件の違いで今回ちょっと当たりはたくさんあったんだけど乗ったのがこれだけだったっていう、そういった結果になったんだけど、まあやっぱりこの根がかりの盾シリーズはもう圧倒的な強さをやっぱり持ってるので、まあ日本全国最近ね、やっぱり関東
の川でもですね、ボトムのこのブリームゲームがもうめちゃめちゃ連れ出してて、このネガラの盾も大活躍してるらしいんですけども、やっぱ探せばね、こういった釣りがあちこちでできると思いますので、ぜひ皆さんのフィールドで、別にブリームだけじゃなくてもね、コチだったりヒラメだったりシーバスだったり同じやり方で釣れてしまうので、ぜひ試してみてほしいなと思います。厳しい浜名湖でしたが、非常に楽しい一夜でした。